楽天にサイバー攻撃、個人情報が大量流出か本日、楽天が楽天市場、楽天カード、楽天エディにおいて、合わせて最大148万6九9 1件の個人情報が流出した恐れがあると発表しました。こちら、原因としては、楽天のシステムのセキュリティ設定に不備があり、サイバー攻撃を受けてしまった模様です。今回、 流出した情報は、楽天市場への資料請求を行った店舗や楽天カードのビジネスローンの申し込み者の情報などとなっており、住所や氏名、口座情報、保証人情報などが流出した恐れがございます。楽天には、情報が流出してしまった恐れのある方に対し、速やかに連絡を取り、何らかの被害が、 生じてしまった場合は、しっかりと賠償していただき、二度とこのような問題が発生しないように対策を講じていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。